なやつ食べるのって、これくらい落ちてくるのって。さあ、今餌が投入され始めました。一瞬で向かってきましたね。今食べた魚はですね、実はイワシではありません。こちらはシイラと言います。まだ入れたばかりなので、大きさは40センチほどととても小さいです。シイラたちは常に上の方にいるので、こうしてですね、餌が来たら真っ先に食べれるんですね。しばらくしますとカツオたちも気づいて食べ始めると思います。今日はですね、そんな彼らの体の構造の中から特に重要な3つに絞ってお話ししたいと思います。彼らが早く泳げる理由、ここでですね、ちょっと皆さん、金魚を思い浮かべていただけますでしょうか。金魚の尾びれはとても大きいですよね。